アロハ、こんにちは。 DJ ソアライズメロージアム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回もですねガチャ引いていきたいと思います。6アニバーサリーカウントダウンガチャシリーズハッピーラッキー装備召喚ですね。今回ファイナルファンタジー10です。毎回恒例のメンバーチェック1-2からいきたいと思います。今回ファイナルファンタジー10です。好きなシリーズでもありますね。僕の中での中盤戦ですかね。カウントダウンガチャシリハピガチャ前半戦が終わり、10から好きなシリーズが続くんですよね。その中でも10は1、2を争う好きなシリーズではあると思うんですが、その中の僕のファンたち10のキャラクターチェック1-2いきましょう。まずパインちゃんから。パインちゃんなんですが、まあ、チェイン持ち、シンクロ覚醒持ち、バッチリ締めてもらってるんですが、スタメンですね。ルールーちゃんなんですが、まあ、一応シンクロ覚醒持ちではあります。新覚醒は持ってないんですが、覚醒2はないんですが、一応シンクロ覚醒持ちではあります。リュックちゃん、リュックちゃんスタメンでチェイン、水チェインとシリチェン持ってるんですが、覚醒とシンクロが持ってないという、強いやつだけ持ってないって感じですかね。でティーダちゃんなんですが、シンクロ覚醒持ちですが、リミットブレイクオーバーフローも持ってるんですけど、そうですね、シンクロ2が持ってないので、シンクロ2手に入れたら、まあ、ご褒美で交換してコンプしてもいいかなと思ってます。はい、待ってましたユーナ様。僕がすごい育ててるんですが、なかなかこうスタメンとして使える場面が少ないので、まあ、今後もなんか、なんだろう、ヒーラー特化型な超絶や覚醒シンクロとか出るの期待してます。あとプロシェルヘイストですねの星6戦技待ってます。あとあれですね、風の召喚とかも使えるようになったりとか、なんかユーナ様めちゃくちゃもう推してるので、ユーナを全パーティーに入れたいというか、メインヒーラーにしたいぐらいですね。ダンスと歌も歌えたら最高かなと。そしたらぶっ壊れすぎちゃうかもしれませんが、僕はユーナ推しではあります。はい、ということで他のメンバーもチェックしていきましょう。ワッカですね。ワッカフラッカーはですね、チェイン持ち覚醒持ちです。はい、でキマリちゃんなんですが、はい、超絶オーバーフロー着持ちですかね。あとは特にって感じですが、アーロンさんは覚醒超絶バースト持ち。でジェクトさんなんですが、はい、超絶3つに覚醒ですね。ブラスカさん、ブラスカちゃんは超絶バースト。僕の大嫌いなシーモアちゃんはですね、チェインオーバーフロー奥義、あまり揃ってないですね。それでは行きましょう。早速ですが行きましょう。6アニバーサリーパーティーカウントダウンガチャシリーズハッピーラッキー装備召喚。今回はですねファイナルファンタジー10、好きなシリーズではありますね。では早速回していきたいと思います。神引きでお願いしますね。今のところ全部ミラボ出てますからね。ここで裏切らないで、エースオブブリッツ、いやリュックの覚醒が欲しい。カモンホロイムは、おー来てるね。まあ、欲しいのはリュック覚醒が一番欲しいかな。リュックですか、リュック覚醒が一番欲しいかも。まあ、欲を言えばこれはユーナ様でしょう。え、これって新しい覚醒2の方なんだろうこれ。ですよね、これ覚醒2の方っすよね。ちなみになんですが、この覚醒がなかなか出なくて、10ガチャの時僕多分250連ぐらいしましたね。はい、あのこの覚醒だけが出なくて、はい、もし興味ある方がいたらユーナ様ぶっぱなし動画見てください。この覚醒が出なくてあれです、ぶっぱなしました。それ以外の時もこれ以外全部出てましたね。まあでも、まあ、ユーナ愛がまた通じたということで超連できたんでね、これ2回使えるのはでもでかいかなと思うので、ありでしょう、ありとしましょう。君の背中に送るよ。これすごいのがあれですよね、踏みとどついて、まあユーナの超絶って特大回復がないというか、スピラはまあ特大回復が回復大なんですけど、他って中なんですよね。で踏みとどまるついてて、一定時間攻撃力魔力中アップ、防御力魔法防御小アップ、一定時間自身に君へのなんとかモードついてますから、あとゲージ1個貯める、まあ、結構すごいんですよね。はい、まあありかなと。まあ嬉しいですね。嬉しいかぶりです。ありがとうございました。というか今回のシリハピ
多分かぶってないの1回ぐらいしかないんじゃないかってぐらいかぶってます。まあ、ユーナ様なんで今回は許します。はい、最後はユーナ様の笑顔を見て終わりにしたいと思います。 DJ ソーライズ、メロージャム TV、 キングダムハーツ、 FFRK、 実写動画、海外動画、いろいろ不定期でアップしてますが、ファイナルファンタジーレコードキーパーは毎日更新頑張っていきたいので、よかったら皆さんチャンネル登録していただけたらモチベーションアップにつながりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。